どんな感じですか？現状維持ですね。現状維持ですね。うん。まあまあ、でもそれでもね、もう悪くない。現状維持そんなに悪くはないですね、うん、お食事とかは、うん、強制であげてますけど、あ、食ってるかな。でもうんちはそれなりにしてんだよな。だからどうなんだかな、できてるかな、うんちが出てるとか、いいうんち、この間と同じぐらい、そうです、いいうんちですよ、うん、決してね、あれじゃないんですよね、うん、下ってるような状況ではないです。血色もちょっとなんかいいような感じね、お口の色もね、うん、でも結構そんなには悪く似合わない感じもするんだけど、うん、いや、随分ピンクになってきたよ、うん、ね、一番悪い時もっと真っ白けだったから、あ、ここちょっとあれか、なんだこれ、なんだそれ、うん、歯、じゃあ、なんか変だ、なんだろう、なんかできてるの、白いこれ、なんだろう、あれ傷があるかな、硬い感じ、うん、なんだろうね、でも取っちゃうと取れるもんね、取れないかな、かさぶたみたいな感じだけどな、うん、まあまあいや、まあ無理しないとこ、うん、うんちがまたな、あれはまたうんちしてんの、一個転がってまた出るかな、うん、出るかもね、なんだよ、講義のうんちですか先生、講義のね、そうかもね、講義のうんちですか、 2.5 個、あ、でもだんだん下がってるな、うん、困ったな、しかし、体温も問題ないですね。うん、なんですかね。7度8からもうちょいかな。でも悪くないですね。7度8度問題です。そう、7度8あたり、8区あたりだったらね、一番現状としてはいい体温だと思う。7度8だね。はい、オッケー。口は何だろうね、あれね。なんでしょうね。なんかね、ちょっと硬いものだ。てるって感じもしなくて、なんかでも ついてるにしてはなかなか取れないような、うん、何なんでしょうね。なんか思いっきりやって血が出ちゃうのも怖いし、うん、でも取っちゃった方がすっきりするのか。でも気にしてないんですよね。そんなに気になったんじゃないかな、うん、むしろ剥がされて嫌みたいな感じだったもんね。うん、ね、そうですよね、うん、ね、自分で食べてくれるといいんですけどね。うん、そうだね、うん、なんかよくわかんないんだな、うん、でもその上にはうんちとかしてるんだよな、うんうんうん、ね、いいうちですね、まあ、口の中にちょこちょこ突っ込んではいるんだけど、うん、朝チョーンとかってニャーとか来るから、うん、だからその時にちょっとなぜなにしないから、うん、例の薬突っ込んで、うん、それでそのついでにまだいるから、じゃあ口の中突っ込むかって言って、うん、今日でもバサバサ結構入れたんだよな、10つまみぐらいこうやってつまんでガーガーガーつくから、あ、そう、え、結構突っ込んだんだな、うん、うん、人ほんと好きだから、うん、猫には厳しいけど、あ、猫には厳しいね、こいつは、もうすぐもうニャーとか言ってすぐ猫パンチでバンバンバンとか言っておっぱいあったりとか、気が強いんだ、そう、気が強いのよこいつは、ほんと姫様だね、うん、そうそうそう、おつぼね様と呼ばれてます、うん、この頃だからこいつがいなくなったからさ、河原でさ、他のメス猫がさ、結構幅引かして、そうそうそう、今までこいつにやられてたからってさ、なかなかそのお城に近いづらなかったんだけど、この後お城の方にいて、それでくつろいでるのみんな、なんかね、前がこいついた時はもうちょっと離れたところにいないとやられるから、ずっと離れてたんだけど、この頃はみんなね落ち着いてね、そこのところにお城でみんな寝てんの、そんなにらみが効いてたんだね、そんなにらみがすごかったんだ、そういうやつなんですこいつ、君は強かったのね、なんかそんな風に見えないけどね、こんなね、いやいや、人間にはベロベロのくせにですね、うん、猫には厳しいんだこいつは、なんだ、めちゃくちゃ猫には厳しいんだよ、うん、じゃあ頑張って食べなきゃ、うん、うん、ね、なんか女の人にもねいるもんね、女にはすごい厳しいけど男には男にはね
まあ、男はあんまりいない。でも男にもつあれなんで結構厳しいんだよね。厳しいよ。あ、じゃあ、ね、猫全体にあれなのね。キューなんかよくパンチされてたもんだって、うん、そうなんだ。そう、キューなんかパシパシパシとかってパンチされてさ、うん、なんだよみたいな顔してさ、ちょこちょこちょこってもうしょうがないし逃げるんだあいつも、うん、私は人間っていうタイプかな。そう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 。なんだこな、ね、今日はあの外鉄材の方も入ったんで今それも一緒にあげちゃいます。ありがとうございます、はい、あの錠剤タイプのこのこれがその、やつですね。はい、それって1日何錠ですか？1日1回1錠で。じゃあそれもちょっと持ってこうかな、うんうん、あのちょっと試してみてください、うん、あのね、案外いいかもしれないし、うんうん、鉄欠乏性っていう、まあ、何らかの原因でね鉄がちょっと足んなくなってたりするようだと、改善してくる可能性もあるんで、うん、えらいえらい。じゃああと薬だな、ね、ちょっと行こういいけど、まあ、気にしないで行こうな。何だっけな。はい、ごめん、よいしょ、ちょっと変なとこ入ったかな、うん、ごめんごめん。はい、今度新しいやつ。はい、もう一個、ラスト。はい、OK。 はい、はい、OK、ございました。はい、ありがとうございました。レイントレーニングもあるわ。